シャグマの被り物をして戦う土佐藩の早招隊、春招隊は、母親戦争における、東山道五神聖戦法総督軍の主力部隊。1868年1月6日に編成され、1870年11月判明により、解散。大使総数は、約600名。これとは別に、土佐藩の上司で構成された、古長隊という部隊もある。早招隊。 谷おついのしし、山地中七。中列、谷官兵衛、谷田木、山田清蓮、吉本平之助。後列、片岡健吉、真鍋正清、西山栄、北村重より、別府被告老1867年5月21日に、小松清蓮邸で、中岡慎太郎の仲介を経て、薩摩藩の西郷隆盛、吉井智美、小松清蓮らと土佐藩の犬井大輔。 谷田モ毛利京介、中岡慎太郎らが会談し、殺土倒幕の密約が結ばれた。1867年12月28日、殺土密約に基づき、京都にいる西郷隆盛から、土佐の犬井大介宛に、倒幕の海戦地下市との伝令が出された。その予想通り、明けて1868年1月3日、とは、伏見の戦いが勃発する。 1> 同一月六日、谷田敵が土佐に到着し、京都において武力討幕戦が開始されたことを犬井上大輔に報告した。これを受けて、殺土討幕の密約を守るべく、同一月六日土佐において、土佐藩の勤労の志を持った武力討幕部隊として、歌詞や合詞をおもとした計画によって編成された春小隊が結成された。翌一月七日、朝廷より、 徳川義信追悼の直が出され、幕府勢は、朝敵となる。同1月13日、新正体が土佐を出発し、同年2月7日上落するまでは、土佐藩家老の深尾丹波が総督を務め、同年2月7日から1870年11月の解散までの期間は、大隊司令の犬井大輔が総督を兼任した。土佐から上落するために出征した直後、 佐野キ高松、伊予松山両藩及び天領館の江政党の直を、廃止、二式のお旗を授けられ、官軍として進軍することとなる。早正体が高松、松山に到着すると両藩は、朝敵となることを恐れて一戦も交えることなく、降伏したため、無血で城を攻略した。上落後は、大体司令の犬井大輔が総督を兼任することとなり、さらには、 東山道先方総督に任せられ、2月14日、京都を出発し、東山道を進軍した。この京都を出発した日が、犬井大輔の11代前の先祖とされる、板垣信方の320年目の命日に当たるため、大輔は岩倉智貞の助言を得て、生を旧来の板垣に服した。シャグマの被り物をして、敵と戦う早招待。 春正体は、稲葉半兵と共に、甲州街道を進軍し、1868年3月5日、甲府上入場を果たすと、板垣大輔らは、武田の維新が甲府に帰ってきたと、徳川市政に苦しむ領民に大歓迎で、迎え入れられ、直ちに旧武田維新の子孫の浪人や新官、長百姓らで構成された、団禁隊や、甲氏らで構成された、五国隊が、 自主的に組織され、官軍への協力を願い出た。翌3月6日、大久保山との率いる紅葉陳部隊と交衆、勝沼で合戦し、洋式病法にも精通していた、春正隊がこれを撃破した。戦闘が始まって、わずか2時間で決着がつき、紅葉陳部隊は山中を隠れながら、江戸へ敗走した。早正体総督の板垣大介は、 日光島将軍の文化財の中に隠れて戦おうとしない大鳥圭介ら旧幕府軍に対して日光の僧侶を通じて徳川市祖先の遺牌に隠れて怪人と返すような事態となれば幕府軍は松代までの笑い者になるであろう。表に出て尋常に勝負せよと説得をし、また一方で日光が怪人と化すのもやむなしと強弁する官軍諸兵に対しては日光島将軍には ごみずの天皇のご神筆の変落がありこれを焼くことは不敬に当たると理由を使い分けて双方を説得し日光を陛下から守った。後1929年この業績を称えるために日光東将軍に板垣大輔の像が混流され第16代徳川宗家を継いだ徳川家里が銅像の大事を記号している。会津若松城を攻略して これを落とし、土佐に外線する岐路、千代田城において、明治天皇への配慮を許される。大使は帰国後、上主閣に昇進する栄誉を賜り、戸籍令が施行されると、元講師や昇也であった大使の者も、維新の功を称せられ、氏族に列した。早正体は、戦地における略奪、放火、不助死に対する乱暴行為を固く禁じており、違反者は、軍法会議にかけて、 有罪の場合は即刻処刑が断行されると告知されていた。一例を挙げると、土佐から進軍しての初戦、備中松山城無欠会場の後、松山城下にいた春章大使が中流中、軍服をあつらえようと、北川拓の女配下の足軽、大久保小太郎、楠木久志哲太郎、岡上千志信、国沢森江の4名が、2月3日、松山城下の五福店にて、 好みの生地を選びした手を頼んだ。売価5両であったものを2両に値切ったが、負けてくれないので、おい、この松山城下は、焼き払われるはずであったものが、我が藩の鳥なしで焼かれずに済んだのだぞ。にもかかわらず、書品を高値で売るとは、ふらち千万。不足があるなら、置き込みからもらえと単価を切って持ち帰ったことが、発覚した。双方の証言を吟味し、 非戦闘員に対して略奪同様の行為と軍律に触れることになった四人は有罪となり、松山城を追って先の堀川に土壇場を築きこれを極問題とし、大隊司令、高谷左平、軍艦、中村忠介が初隊長と反兵を率いて整列し、隊長、北川拓之介が四人の大使に向かって、その方に軍法をおかし不届きの仕業ありこれにつけ、 断頭ひやおぐつけと罪名及び罰状を読み聞かせ、バッサリバッサリとぬれ髪を切るような音をさせて、首を打ち落とした。このように、強引な値引きであっても、略奪同様として、固く禁じた厳しい軍律が守られていた。これは、いやしくも、錦のお旗を放じて戦う官軍にあっては、菊の御門に恥じるような行いがあってはならぬという、板垣大助の考えが貫かれ、 後の帝国陸海軍の戦地での行動規範に引き継がれている。早い隊が味方に対して厳しい軍律を敷いた。一方で敵方に情けをかけたことが知られている。具体的には、日本松の少年兵を敵方ながら官軍の野戦病院に連れて行ったり、松平片森が降伏する際も、腰に乗って場外に出ることを許可している。これは味方で処罰されるものは、 軍律違反の罪人であるが、敵型の敗残兵は、正々堂々を戦った上での敗者であって、罪人ではないとの考え方によるもの。これらの人々に対して、あえて問われるとするならば、錦のお旗に対して弓を引いたという勅命違反及び補助となり得るが、その責任は、上官が受けるものであって、可視官、諸兵は、上官からの命令を遂行しただけであって、 罪にはなり得ないとするものである。同じ、土佐藩の境事件の時には、命令を遂行した実行者の責任が問われたのとは、対照的な判断であるが、これは、外圧及び土佐藩長の判断によるもので、春正体に関しては、板垣大助自身の武士道館並びに、近代的軍隊のあり方についての考え方が、土佐藩長の判断などとの違いに依存するものである。板垣は、 母親戦争終結直後の明治2年から、いわゆる母親の朝敵に対する名誉回復を訴え、彼らの社会復帰を率先して協力している。板垣大輔が編成した、春正隊は近代的軍隊であり、全時代にない画期的な組織であった。以下、従軍者の日記からその内容を過剰書きにすると、などがあり、板垣の知略に富んだ計算がなされている。これらの内容が、 母親戦争の勝敗を決したものであると考えられている。白熊とシャグマのかぶり者、板垣大輔が後年語るところによれば、小卒ともに軍装がまちまちで一定せず、クロックコートのようなものを着た者や、伊賀若間にジンバウリを着た者があり、軍帽も洋風の鳥打のもの者やニラ山傘の者のがいた。そして多くの者が三尺あるなぎなたを腰に下げていた、らしい。早正体は、 土佐を出発し、高松城を接収して、京都に入ったが、京都出発までにようやく筒袖の発碧が揃った、程度で、江戸会場をして、以降に、やっと洋風の軍装が整ったらしい。板垣大介が日光へ進軍した時の出たちは、洋装の軍服に陣羽織を着て、自家旅にわらじ、頭には、シャグマのかぶり物をして、日本刀を下げた姿であったという。土佐藩の上司のうち、 大馬回り役以上の約400名で馬回り渋滞として編成された武力倒幕のための部隊、土佐半可郎の深尾丹馬が指揮を執った。ありがとうございます。